新興国経済の減速の影響が見られているわけですけれども、先ほど来申し上げてますとおり、世界経済の動き、それから物価面では、生鮮食品を除く消費者物価の前年比は 0% 程度となっています。予想物価上昇率は、やや長い目で見れば全体として上昇していると判断されます。我が国経済の先行きについては、緩やかな回復を続けていくと考えられます。物価面では、消費者物価の前年比は、エネルギー価格下落の影響から、当面 0% 程度で推移すると見られますが、物価の基調が着実に高まり、原油価格下落の影響が剥落するに伴って、物価安定の目標である 2% に向けて上昇率を高めていくと考えられます。2% 程度に達する時期は、2016年度前半頃になると予想していますが、原油価格の動向によって多少前後する可能性はあります。私自身ですね、この600兆円という、あるいはその名目 GDP の成長率が 3% になるという、その背後にはもちろんデフレから脱却して消費者物価の上昇率は 2% 程度になりですね、実質 GDP の成長率は 2% 程度になるということが含まれているわけですけれども、そういったことは可能であるというふうに思っております。 TPP の枠組みというのはご承知の通り、この12カ国で世界の GDP の4割ぐらいを占めるという、非常に今大きな自由貿易地域というものができるわけでありましてですね、特にこの環太平洋地域というのは全体として経済の拡大が著しい地域でもありますしですね、そこでですね、こういうふうな貿易投資の自由化、さらには知的財産権その他のですね、各種のルールの設定ということが行われるということはですね、日本経済にとって基本的に大きなプラスであろうというふうに思います。